はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、オープンリーグ、なんと、えー、私、えー、一勝い、いあ、一勝じゃない、えっと、いっぱい一引き分けしてしまいましたということで、で、まあ、他は全部勝ってるんですが、まあ、ちょっと負けたりとかしてまして、で、いろいろやっぱり僕って、あの、リーグの負けた試合とかも結構見るんですよ。見るんです。で、今回も見たんです。 で、たまたまかどうかわかんないんですけど、ま、あ今も19戦ぐらいやってます18か19ぐらいやってんのかなという成績の中で、なんと同じ褒めに僕引き分けて負けてんすよね。はい。それ以外はま、勝ってるんですけど。はい。ということで、今日は、えー、サムネ見てもらったらわかるんですけど、僕がね、ま、昔からそうなんですけど、ま、あ若干感じてました、正直。なんかこの褒めと相性悪いなと。3、4、3、E なんですよね。はい。これ、僕配信とかでもちょこちょこ言ってて、 結構リーグとかで3、4、3位、e、の人たまに見かけるんですよね。で、これね、結構僕ね、あんまりね、多分その、まあ試合数が少ないのもちょっとあると思うんですが、あんまり相性良くなくて結構負けてるイメージあるんですよね。で、なんなら、まあその、いろいろね、J クラって褒めありますが、まあその中でも正直一番苦手感がある褒めなんですよ。うん、こんなこと言っていいのか分かんないですけどね。はい、ということで、今日はその負けた2試合と、えー、あ、違う違う、負けた1試合と引き分けた1試合、 を見てですね、まあ、ちょっと、まあ、そのなんで34 3、4、3、E に負けてるのかというところがまあ少なからずともその、ねまあ、対戦を見てみると、まあ、理由とかがちょっとね、まあ、正直力負けしてるところもあると思いますが、まあ、探っていこうかなと、うん、いうことでちょっとやっていこうかなと思いますのでえ今日はね実際にその試合を見つつ、えー、どういうところがちょっと振り食ってんのかとかね まあ、そういうところを見つつ、まあ、ちょっとね、えー、研究していこうかなと思います。はい、ということで、今日はね、えー、34 3、4、3、E に関して、えー、研究をしていくという企画をね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、ここからは、えー、実際にね、試合を見ていきたいんですが、まずはですね、その最初、1戦目、ちょっと引き分けた試合を見ていきたいんですが、その時のお相手の方の褒めがこれなんですよね。うーん まあ総合力的にはそんなに別に僕と変わんない。むしろ僕の方がちょっと高いぐらいで、まあどうなのかなというところで、別に部が悪い気はしないんですよね。でまあ普通だったらまあ勝ってても全然おかしくないかなぐらいの、うーん、うん、戦力差なんでね。だから別に何て言うかな、そんなになんか引き分けて当然とかそういうわけでもないと。まあ引き分ける可能性あるにしても、まあ別に全然勝ってもおかしくないなという感じの見方ができるんですが、 まあ選手の面々見ててもそんなに、うーん、なんて言うんかな、そんなになんかタレント揃いなわけでもなくって感じがするので、うーん、まあこの人もね、試合見ていけばなんとなくわかるところがあると思うんで見ていきたいんですが、個人的にはまあそうね、あの対戦相手が誰というのはね、あの、さらさないんでね、あの、名前まではさらさないんで見ていくと、まあまあライトニングクロスとかね、サイドチェンジの選手。でディエゴ・リベラ選手は僕に別にここ適正じゃないしね。で、香川選手でしょ で、まあ宇佐美選手。うーん、まあ悪くないですけどね。B シュートなんでね。まあそんなに印象は良くないと。まあまあ大迫選手は別にいいんですが、まあそんなにセンス見ても対して別に仕上がってるわけでもないと。で、まあ異次元とボレはありますけどね。まあここがハマればって感じですね。はい。とか、まあそうね。あと、野津田選手。まあ鋼の心臓とキラーパス、アーチドライブですけど、別にスティールがあるわけでもないと。まあ CMF としては十分かなというところですが。で、ルオシエバー選手もね、2021のやつですからね。こう、ハードタック、レザービームと。うん。 で、センターバックが、まショルツ選手。うん、まあ、これは悪くはないけど、まあ、でも、スティールがちょっとあれですよね。うん。で、まあ、キャプテンの古賀選手だったりとか、まあ、まあ、ここはいいよね。うんで、佐々木翔選手の22のレギュラーね。まあ、これもまあ、悪くはないと。まあ、一応 C パスカットですけどね。うん。で、キーパーはゴンダ選手のパーフェクトセービングじゃなくて、ゴッドハンドないですか、これ。うん、って感じなんですよね。だから別に、なんて言うんかな。うーん、まあ、ここまで見た感触、そんなに別になんか、うん。 まあ正直これ言い方悪いかもしれないけど、そんなに別に強さは感じないっていうかね。うん。まあそんな感じがするんですが、まあなので勝ちたいところなんですが、引き分けてしまいましたというところですね。まあ一応控え選手もバーって言いますが、まあレースルね、まああのクラブリンクあるんで、ちょっとここら辺の、まあ道倉選手とかね、ちょっと強めだったりとか。なのでまあ後半型っぽいね。うん。まあ細谷選手もいるね。うん。でまあサービオ選手とかね。まあ多分ですけど交代要因としてはまあここら辺が入ってくるのかな。 で、まあもしかしたら、まぁ、同案選手あたりがサイドハーフとかに入ってきたりとか、まあ、するのかなっていう感じが見受けられるんですが、果たして、じゃあ試合どうなったかというのをね、ちょっと見ていきたいと思います。じゃあ見ていきましょう、こちらです。はい、ということで、僕のね、ちょっと動画の編成の編集の画面で申し訳ないんですが、ちょっとこっちの方が止めたりとかしやすいんで、ちょっとこっちで見ていこうかなと思います。写真ホルダーにちょっと保存してみたんですけど、ストップとかがちょっと聞きにくかったり、戻しにくかったりするんで、 まあここで、はい、ちょっと見ていこうかなと思います。まあ、これがね、最初の試合ね。で、まあ、えー、前半から、まあ、始まりますが、ということで、ちょっとね、始めていきましょう。まあ、一応、えー、8分の1ぐらいのスピードにしてますが、ちょっとコマ送り感があるので、まあ、若干ちょっと見にくいとこあるかもしれませんが、まあ、順にね、ちょっと見ていきましょう。じゃあ、えー、進めていきましょうかね、キックオフからね。まあ、始まると。うん。まあ、相手のボールから始まって、まあ、香川選手ね。はい。 で、まあ、ここで小柳選手が取って、まあ、山木選手が取って、まあ、ここら辺は別に普通の流れなんですよね。で、一つ、まあ、ここで、まあ、さっきのちょっと手前かな、うん、まあ、ここでボール取られてるんですよね。だから、まあ、ここからカウンターが始まるわけなんですが、まあ、このセンターバックが結構ね、うん、まあ、ラインが高いっていうかね、うん、まあ、これ、古賀選手ちょっと引いてますけど、まあ、特にこっち陣地とかに攻めてきてる場合は、だいぶライン高く守ってるので、 まあ比較的そうね、高い位置とかからボールは取られやすいのかなと、うん、思いましたね。まあこれは自陣から攻めてる時の、まあ正直こっちから見たら、まあ結構高い位置でね,ね、さっき取れて、まあこ,こから仕掛けるぞっていうところだったんですが、早めにまあ詰まれてるというところで、まあここから相手のね、カウンターが始まるわけなんですが、ここね、はい。で、ここから来て、 で、まあ、こういう場合っていうのは、基本的にまあね、3トップなんで、まあ上3枚と、で、あと、そうね、これ誰が来てるやろな。えー、っと、ちょっと待ってね、これ誰がいるやろな。ちょっと先に。大迫選手、宇佐美、ああ、そうね、サイドバック、あサイドハーフのね、はいはい、宇佐美選手が来てるって感じなんですが、まあ、これに関して言えば、数的にはね、だいぶまあ、なんて言うんかな、まあ、その時々によるかなと思いましたけど、 まあ一応前が3枚いて、まあサイドハーフが2枚いて、でボランチっていうか CMF が2枚いる形なんで、まあ比較的高い位置から取られても、一応まあ、なんていうかな、こっちで言ったら、433B のサイドバックが釣り出されてない状態であれば、数的不利とかは感じないかん、まあ感じないところはありますかね。 うん。だからまあ、これぐらいまあ、なんていうかな。今、サイドバックが釣り出されてなくて、結構しっかり降りてきてる状態ね、うちのね。で、今、後ろ4、ね、ある程度まあ、1人今ま、まあ、まあ、トゥーリュー選手が行ってますが、まあ、そこ、かわされても一応まあ、あと3枚ある状態かな。うん。というのは結構保てるんですが、この後ね、まあ、まあ、この試合であるかどうかちょっとわかんないですが、うん。で、まあ、攻める側の話としては <laughs>、あの、まあ、一応3バックなんでね、相手がね。 サイドはつきやすいようにはなってますね。はい。で、ここ失点するんですけど、まあ、この失点の仕方はね、もういた仕方ないかなっていうね。うん。まあ、これはね、まあ、ゴールキックから、ま、真ん中でカットされて、まあ、そのまま縦パス通されて、まあ、大迫選手に打たれて、こっちもま、スキル発動せずに、ま、入れられてるって感じかな。うん。まあ、これはたまにありますよね。まあ、これはま、なんか仕方ないかなっていう。 まあ正直ね、今回の試合、こういう理不尽失点もまああります。あるんですが、まあ、それ以外にもね、見どころはあったので、まあ、わざわざね、解説してるわけなんですけど、まあ、これはまあ、うん。<laughs> まあ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 、こういうこともあるよね、みたいなね。うん。まあ、失点の仕方ですよね。はいはい。でも、あれもまあ、そうね。まあ、ショルツ選手は結構上がってきてるんでね。うん まあ意外とやっぱ高い位置でね、まあ、守備はしてくるねって感じですよね。こっちに押し込まれるとね。だからあの、一応そのゴールキックとかちょっと怖いよね。うん。ただまあ攻撃面で見ると、まあこれも実際今のところ、まあボレーが発動してれば1点取れてるかなっていうぐらいのところなんですが、まあ結構やっぱね、サイドがね、空いてるんでね。うん。まあここからですよね。だからまあサイドが空くんで、まあ結構ウィングはね、まあ好き勝手できるんですよ。で、 一応、やっぱ3バックの時って、まあ、その真ん中に当然センターバックいるんで、ボレーよりは正直ね、カットインとかの方がね、ちょっとね、効率はいいのかなと、まあ、それか、まあ、縦突破してみたいな、で、ドロップ打つみたいな、まあ、最近ちょっと多めの、まあ、流れの選手の方が良かったりはするのかもしれないですね。はいで、1つね、気になるところがあって、なんか、あのー、ある意味余裕があるからなのか分かんないですけど、この後も結構サイドにね、ウィングから当然攻めていくんですが、結構なんか球離れが早い気がするんですよね。 うん。なんか、まあ言ったら、相手がいないせいなのかわかんないですけど、結構早めに、うん、上げちゃうんだよね。フラスルに関してもね。そこもなんか若干ちょっと違和感が、433ビット違った違和感が、うん、あったりとか、あとは、そうね、まあなんか定まりにくい感じもありますかね。これ今流してますけど、まあね、ある程度攻めてますけど。うん、まあこれはね、ヘディングで。<laughs> <laughs> 1点入ったシーンですけど、まあこれはまあまあまあって感じかな。ちょっとボレーの発生率が悪いっていうのもありますけどね、単純に試合的にね。まあ今のも2発目透かしてるんでね。うん。まあたいやっぱり普通の試合、まあ僕の体感、まあそうね、この山岸選手に関しても5割はあると思ってるんで、まあちょっとそこがかみ合ってないのも正直引き分けた要因にはあるかなとは思いますね。うん。 まあだからまあ、点差で見るとね、そういうかみ合ってないところとかがもうちょっとかみ合ってくれれば、まあ、勝ってたかもしれないとかね、まあそういうのは足らればなんですけど。うんで、この場面もねしっかりとまあ、そうね、うん、対応してくるんでね。で、あとですね、まあ、どこかでちょっと出てくるか分かりませんが、一応3バックなんですけど、結構ね、ボランチっていうか CMF か、が結構降りてくるんですよね。ああいうサイドバックの選手に。 まあセンターバックが行ってたら、まあスライドみたいな感じで、まあ降りてくるんで、実質中はね、まあこの方面ね、そんなにね、不安そうじゃないな、守備は。うーん。まあこれもですよね。まあこれもボレーミスかな。3発目かな <laughs>。まあこれもボレーあったらって感じよね。で、ここから生きてきて、で、まあだいぶショルツ選手に対応されてますけど、うーん。まあ3バックといえば結構開き気味の3バックなんでね。うーん。 だから逆に言ったら、あの、サイドの選手が釣り出せて、もうちょっと、うん、まあ逆にね、そのショルツ選手が来るってことは、まあ中は結構ね、まあ、選手同士の間空いたりとかすると思うんで、まああれなんですけど、まあこれもまあ失点しましたけど、まあこれはよくある失点かな。うん、コーナーキックからね、まあヘディングとかで合わされて、みたいなでキーパー釣られて、みたいなね。うん まあこれもちょっとなんかまあそんな中崩されて取られたというほどではないのでうーんって感じですけどねはいまあ流して流して流してまあまあまあうーんでね結構まあこの褒めをまあその勝てる勝てるというか守備に関して言えば結構まあ押し込まれてるんですけどこれ一つ要因があってですね僕って結構スティール面っていうのは どっちかというとタックルをこだわってるようなスキル構成の選手が多いんですね。真ん中とか。まあ、だから、スティールが結構効かなくて、まあ、パスカットできればどうにかなりそうなところも、ちょっと効いてない。この試合に関しては余計にちょっと効いてないところが見えるので、まあ、ちょっと押し込まれてる感が強いのはそこにも、まあ、原因はあるかなっていうね。うん。まあ、この後の試合とかもね、まあ、負けた試合とかも見ていくわけなんですが、まあ、そこもちょっとね、まあ、見てもらったらわかるんですけど、 うんまあ、このクロスがね、まあ、ちょっと小林選手に上がりすぎてるのかなっていうのもちょっとあるし、うんでまあ、これは PK から2点目ね、うん、こっちの点の取り方もちょっと不自然じちゃ不自然なんですけど、あんまりなんか僕の試合っぽくないんですけど、<laughs> PK で点取ったりとかヘディングで取ったりとかね。うん なまあ取られ方的にもなんかその何て言うんかな、例えばあの正面から超次元ズドーンとか打たれて取られたわけでとかではないし、取った方からしてもそんなになんか気持ちよく取ったわけじゃないんで、お互いなんかちょっと、ね、うん、なんかギクシャクしてるような、まあ僕からしたら守備でも攻撃でもちょっとギクシャクしてるような試合だったんですけど、まあこういう試合もあるからね、うん。<laughs> まあこれは良くも悪くも、まあ展開的には負け試合なんですよね、正直ね。まあだから PK とかうまくもらって引き分けまで持ち込んでるんで、これよく引き分けたなみたいな、まあ、正直見え方に見えますよね。うん。まあっていうので、まあこの試合は特別なんか、うん、まあその3、4、3だからっていうのはなかったかなっていう認識でしたね。そんなに気になるところはなくて。 まあとりあえずこんな試合になるよっていうところをまず1試合目ちょっと引き分けから見てもらおうとまあ、次の試合の方がねちょっとねまあいろいろね思ったところがあるんでうーんてな感じでしたねまあ、こんな感じでまあ、引き分けという形になりましたということですねはいじゃあ、えー、次ねまた、えー、次2回戦の相手の褒めからじゃあまず見ていきましょうかねということでじゃあ褒めご覧にいただきましょうこちらです はい。ということでですね。では、2戦目。これは2対4で負けたんですよね。この試合ね。ということで、まあ、2対4で負けた方の褒めをちょっと先に見ていきたいと思うんですね。2試合目の前にね。はい。まあ、ご覧の通りなんですが、まあ、結構強めかな。うん。まあ、選的には結構強めね。まあ、金旗級の、まあ、結構豪華な選手たち揃ってるんで、まあ、正直ちょっと押され負けしてたのもあるんですが、まあ、そこはちょっと試合見てね。まあ、えー、考えて、またね、えー、振り返っていこうかなと思うんですが、 まあ、この試合僕も何回か見てますが、印象に残ったのはやっぱこの森島選手かな。うん。ここがちょっと気になってましたね。まあ、シュート顔面がありましたりとか、まあ、パス顔面、まあ、ボナス戦のね、まあ、オフェーのね、ところとか、まあ、センスロットレベルとかマックス振ってるんで、まあ、結構やっぱ強いですね。うん。まあ、長次元打たれたら、まあまあな確率で点取られるかなっていう感じが、えー、見受けられるカードかなとは思いましたね。で、あともう一枚。まあ、この試合ちょっと気になってきたのは、中田秀寿選手のこのあれかな、タイムスリップスター。うん。 まあこれもね、ボナー戦がね、マックス振られてるんで、まあクラブリンクなくても、え十、ー、30%かなは上がると。なってくると、まあ、えー、そうね、オフェチも2400、百ぐらいになるんかな。まあそれぐらいの数値とかあると思いますと。で、まあマテウス選手はそんなに気にならなかったかな。まあこの試合結構ね、ちょっと面白いところがあって、まあ3、4、3のちょっとした面白さ隠れてたと思うんで、まあこれはちょっとね、いろいろ話すことがありそうですね。はい。 で、あとまあ、そうね、ここ、中盤、稲垣選手。まあ、ここもスキル構成はね、悪くないですね。中盤、パイクとスキル。でもまあ、EP 寄りなんで、別にそんなに、まあ、リーグ面の苦手さはないですが、まあ、木田選手もね、別にそんなに、ね、めちゃくちゃ振ってるわけじゃないんで、まあ、中盤が硬いとか、そういう話ではなさそうでしたが、で、この試合ちょっと先にネタバレしますが早々にね、坂井宏樹選手は退場しちゃうんですよね。なので、ちょっとここが退場しない試合の世界戦もちょっと見たかったなっていうね。 はい、ところもありましたけどね。ここもね、まあ、マックスまで振ってるんで、まあ、実質、そうね、まあ、この30%アップかな。多分クラブリンクが広島やったよね。あ、戻っちゃいました。あー、ちゃ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 。ちゃ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 。あ、広島ね。はい。ということで、まあ、センターバックがね、まあ荒木選手もこれ EP に振ってるしね、まあ、佐々木翔選手がこうディフェンスついてるんで、これちょっと強烈ですね。うん。 まあ、手な感じですかね。あと EP に、まあ、ここら辺振ってて。まあ、あと小島選手がね、結構、まあ、ディフェ振ってるんで、まあ、ここはちょっとセービング力ありそうかなって、キラー合わせてね。うん。まあ、手な感じかなと。で、後半ちょっと見てて気になったのは、まあ、三つ田選手が出てきたらね。うん。で、まあ、ここもね、まあ、振ってるんで、まあ40、40%上がってると見ると、まあ、2500前後ぐらいかな。うん。オフェッチで言うとね。はい。まあ、そういった方とね、対戦させていただいたんですが、 さあ、果たしてどういう試合になったかというのをね、じゃあここから皆さんと見ていきましょう。じゃあこちらです。はい、ということで、じゃあここね、2試合目、じゃあ、えー、キックオフから流していきたいんですが、まあこちらからでスタートですね。はい、この試合ちなみに、まあ2対4で負けたんですが、まあ点の取られ方をちょっとね、まあ見てたら、まあなんとなく、まあちょっとね、わかるところ、まあこの褒めを使ってみての、 多分相手側から見ての感触とか、まあ、ちょっとはさっきの試合よりは分かるんじゃないかなというところでちょっと見ていきたいなと思います。で、まあこちらの問題点とかもね、ちょっと露出したんで、まあ、ちょっと見ていきたいと思いますね。はい。で、まあこちらキックオフから始まりまして、まあ、小林選手が抜けていって、まあ、ここの縦のラインは結構切られるよね。まあ、サイドバックしっかりいるからね。まあ、これ荒木選手に対処されましたけど、うん、だから中は結構しっかりとした守備陣使ってれば、まあ正面突破からとかはなかなかちょっと崩しにくいかなとなると、 まあ正直ねさっきもそうでしたけどま343、あ、とか、まあ、まあそもそも3バックの褒めとかそうなんですがうーんまあそうねあのウィングから崩すのが正攻法というかなかなかちょっと正面突破させてもらえないっていう印象ですねまあここはもうちょっと自力感ある選手とか使ってたらどうにかなる部分はね少しはあると思いますがちょっと僕の褒めではちょっと厳しいとこかなという感じですねだからまあそういう意味ではちょっとね攻め方がねあのー、真ん中に執着しちゃうとまあ、そもそもちょっと分が悪そうな試合だなというのは一つ。 まああるかなと思いますね。はい。ということで、まあちょっと防がれまして、相手ボールになってるかな。で、ここでマテウス選手が受けますと。で、こうやって、なんていうかな、まあ自陣から攻めない、まあ高い位置からまた、高い位置っていうか、まあ高くはないけど、まあある程度ラインから攻められてはいるんですが、まあこれ森島選手のいる位置とか見てもわかるんですけど、あんまりね、ついてきてはないんだよね、別にね。だからまあ数的ここも有利とかにされる心配はないんですが、ただ一つ心配なのは、 まあ、ああいうね、ある程度のディフェンスラインとかで取られたときに、まあ、結構縦パスが、まあ、これ最近ちょっと僕も試合見せて思うんですけど、どの褒めでも多分そうだと思うんだけど、まあ結構 CF に縦パス入りやすくなってんじゃないかなっていうのがあるので、まあどの褒めでもこれは言えるんですけど、別にこの褒めだからっていうわけじゃないですが、まあただ一応前にね、シャドウ2枚を含めて人数かけれてるんで、まあちょっとそこのね、まあより強さあると思いますが、例えばこのマテウス選手というのが、 まあ、そのドリブル系のスキル持ってると。だから、ここでかわされたら、まあ、危ないよねっていう状況が、結構今の試合多いような、なんか余計多くなったような、まあ、最近そう見えるところが正直あるかなと思うので、正直この場面も、ちょっと怖いね、やっぱね。まあ、一応センターバックまだね、あの、2枚しっかり抜かれてない状態なんですが、まあ、ちょっと怖さはありますと。で、位置的にも、まあ、長時間打たれる距離ではないので、まあ、まだここで止めれば大丈夫かなって感じのところね。はい。 じゃあ進めていきましょう。で、ここで中谷選手が来て、で、かわされますと。だこうなった時に危なくて、で、こうなってくると、まあちょっとね、やっぱ時間が経ったこともあって、だいぶまあね、あの、数かけられてくるので、まあこれ中田選手に実際ね、パス通りまして、ってなった時に、まあここでもまだまだ大丈夫そうよね。うん。で、森島選手もここまで上がってきてると。で、別にここは大丈夫なんですけど、この後ね、うん。だここが僕のちょっと弱点なところで、これ小柳選手は一応スティール持ってるけど、ちょっと近すぎるということで、 まあ、狩るんだったら、ここ3枚 <laughs> 並べてるんだけど、まあ、ここを誰かしらカットすればっていうところで、まあ、トゥーリオ選手がね、カットスキルないんで、だからこういう、なんていうかな、まあ、僕がよく言ってる、あの、スティールが効かないと怖いっていうのは、こういうところで、結構こういう、なんていうかな、何気ない縦パスとかが通ったりするんですよね。で、これ通されたら何が起こるっていうところで言えば、これも射程距離入ってるんですよね、完全にね、中田秀俊選手ね。だからもう、通されたらもう長次元が飛んでくるパターンなんで、も、ま、う、あ、これはスティールで止めるしかないんだよね。それか、 山本選手がいるんで、収まった後にシュート打たれる前にタックルで止めるしかないっていう状況ですね。はい。で、これがどうなったかっていうと、まあ、だーっと見て、ここで、まあ、超人打たれて1点取られると。うん。まあ、これはまあね、その、さっきの、まあ、その、褒めのうんぬんとかよりは、まあ、これは別に取られて、ちょっとこっち側の問題かなっていうね。うん。まあ、ところはありましたかね。はい。 だから結構あっこで、まあそのね、これは褒めうんぬんとかよりも、まああそこのね、高い段階で時間かけられてじっくり攻撃されたのがちょっと要因かなと、うん、いうところがあるかなと。まあ正直押し切られた感はちょっとあるかなっていうところが考えられますかね。だからまあ褒めうんぬんという話ではなさそうかなと。まあ強いて言うなら前に3枚でね、真ん中にかけてる分、まあその繋がり、まあなんていうかな、出しやすくとかはなってるかもしれませんが、うん。 まあ結構真ん中でシャドウの選手とかね、さっき森島選手とか真ん中の方とかにいましたけど、まあだいぶ動き回るので、まあ、そうね、ああやって、まあ高い位置で回されるとちょっと人数かけられるんでね、普通のホームよりはね、ちょっと怖さはありますね。まあそれこそ B とかよりはね、うん。だ真ん中に人数がいるとああいう攻撃は飛んでくる可能性があるので、というところで。だからまあスティール目も大事ってことね。はい。でまあキックオフシーに流れて。で、ここ結構ね、一つポイントね。 これね結構思ったんですけどやっぱこう3バックってその、まあ、サイドハーフの選手いるんですが、まあ、位置的な話でね、まあ、もうちょっと巻き戻したらわかるかな結構ね、ねこのキックオフぐらいのここ見てもらったら分かるんですけどだいぶ、まあ、ここで1回渡りますでこれ森島選手かわしてで、まあ、堂安選手が上がっていくんですが、まあ、結構ね裏取りやすくはなってるんですよね。 うん、特にこっち自陣がだいぶ、こっち自陣の選手たちがだいぶ上がって時上がった時っていうのは、まあ大体こうなってくると、で、結構こうやってフリーにはなりやすいんで、攻撃面はやっぱね、ウィングはね、結構活かしやすいんですよね。これはまあ3、4、3のうちのこの3の部分かな。まあこれの影響がだいぶでかいと。うん。で、まあこうやって通りやすいと。だからこっから攻撃を仕掛けるんであれば、まあ基本的にね、こっちの有利さはあるんですが、まあここもどうなったかっていうと、 まあ <laughs>、エーベル選手に行ったってね。まあこれはちょっと良くないよね。うん。で、まあこっちスローインから始まってでここで坂井宏樹選手が倒して、ここでね、まあこれ実質ちょっとカットになってますけど、これ退場してます。はい。ここで退場になったんで、11対10になってるんですよ。だから数的有利の状況であるんですが、っていうところね。うん。で、まあこれもボレー一発打ってればっていうところは正直ありましたね、今のところね。はい。で、ちょっとカウンターチックな攻撃食らいまして、うん。 これもちょっと面白いかな。ここからね、まあ、始まっていって、そのか、結構ね、この、方面ームって、まあ、3、4、多分3、4、3って、さっき言った通り、前に人数かかりやすいんで、結構ね、残ってるんですよね。で、キーになるところが、今見たらわかると思うんですけど、マテウ選手は結構降りてきて、森島選手が上にいるっていうのもね、まあ、ちょっと面白いところかなと思うんですよね。まあ、たまたまかもしれないけどね。まあ、これはこの試合だけでわかることじゃないんですけど、 まあ、ここで待ってる選手がね。まあ、降りてきてますと。うん。で、なったときに、で、まあ、木田選手、稲垣選手。まあ、ここはね、当然引いてるよね。まあ、こっちのね、コーナーキックだったからね。まあ、ボランチの選手は、まあ、ボランチ、CMF は引いてると。で、前、まあ、に残ってるのが森島選手ね。うん。で、ここ残って、だこう、まあ、これも正直、その、まあ、破られてるんで <laughs>。 まあ今ね、ヤオン選手、まあボランチの選手が釣られてたんで、まあちょっと厳しいとこありますが、で、えっ、ー、と、この藤見てもらったらっていうところで、今後ろ2枚しかいないですよね。うん。で、こうなるとどうなるかっていうと、まあやっぱカウンターから始まって、こっちもまあ前に人数かけてるとこ、まあよくリアルサッカーでもあると思うんですけど、まあそのね、攻撃にだいぶね、人数かけてる分、まあカウンターくらい安くなった時に、まあセンターバックしか残ってないみたいな、ボランチとセンターバックで止めるしかないみたいな、うん。まあこれなんかそういう状況になると思うんですが、 でこれもちょっと失点したシーンかな。うん、で、ここで待て、まあマねあ、マルコス、<laughs> トゥーリオ選手がね、まあ、当たりに行くんですが、まあ、ここでスペースができると。で、まあ、森島選手にそのまま通されて、でフリーになって、まあ、打たれるっていうね、そういう流れでしたね、これはね。<laughs> で、このね、場面っていうのがね、何回かあったんで、ただこれは正直、ちょっと僕のディフェンダーが、このフォワード陣に力負けしてるところあったと思います。はい まあそこはちょっと否めないんですけど、まあ形としては結構カウンターチックな攻撃はなんか決まりやすそうな雰囲気ありましたね。うん。まあ真ん中で結構、なんていうかな、例えば 7C、まあ 433B とか使ってると、結構真ん中の選手がガーって抜けるんですけど、その後のなんていうかな、繋がりという部分に関してはもう自力任せみたいなとこあるんですが、こうやってまあそうね、一人ぐらいかわされると、まあ当然ね、ついてくる選手が結構積極的に、あの、ポジション的にもね、いるんでね、真ん中に人数かけてる分ね。 まあ、こうやって、まあ、もう、まあね、まあ、マテュー選手が上がってこられて、みたいなんで、森島選手結局ね、あのフリーになったところにパス出されて、みたいな完璧ななんか崩され方をしての失点っていうのはあったかなと。うん。だから、まあ、真ん中から崩しやすくはなってるだろうね、人数かけてるからね。はい。と <laughs> いうことで、まあ、始まるんですが、まあ、これもそうよね。うん。結構やっぱサイドハーフ、まあ、ウィングの選手の球離れが早いっていうね。 で、手前に落とされるので、あんまボレーが機能してないっていう感じかな、攻撃的にはね。で、まあ、ここは、ま、あフリーキックでしたが、止めてと。うん。って感じですね。で、今ちょうど坂広樹選手退場してるんで、あこが有利にはなってるんですが、うーん、ちょっと生かせき、生かしきれてないね、そこをね。まあ、だいぶパスは通るんですけどね。まあ、ここも当然センターバックの選手が開いてくるんで、対処されて、っていう場面はありますね。はい。<coughs> うん、まあ、ここもそうかな。うん、ここもさっきとちょっと似てんだよね。さっきの失点シーンとね。まあ、こっちの攻撃でガーっていきまして、で、ここら辺でボール取られて、という布陣なんですが、ここ見てもらって分かるんですが、まあ、これね、前に3枚残られてるんで、結構ね、数的にもね、まあ、危ないパターンかな。こっちがまあサイドバック含めて4人なんで、まあ、一応、4対3ではありますが。 でこの後なんですよね。この動きね、<laughs> ここでね、うん、ボランチの選手がね、離すこの今、多分このフリーになってる右の赤い点分かりますかこれ、森島選手なんですよね。うん。で、ここでカウンター向いたときに剥がされて、でギリ、まあ、オフサイドじゃないラインなんですよね、まだね。うん、って感じね。で、ボランチの選手がなぜか上がっていくというね、で、今、完璧にマティる選手がフリーになってるんですよね、これね。<laughs> うん まあこの AI の動きとかもまあちょっとあれですけど、なんでそこではがれていくねんと思うんですけど、ここね、まあ言ったらこのパターン、ここまでだったら、うん、なんかマークつきそうな。まあ言ったらこのね、まあマテュー選手のね、右にいるこの選手がずれて、まあボランチの選手が降りてくるみたいな動きだったら、まあ守備耐えてたと思うんですけど、うん、まあそうはいかないっていうね、逆にあの <laughs>、 待ってる選手がフリーになって、で、さっき右にいた選手が森島選手につくようになって、で、ボランチの選手がなぜか孤立してるっていうね。<laughs> うん、これ、ボール取られたからの可能性もありますねあの。取りに行こうとしてる動きだと思うんですが、まあそんな間に合うわけもなく、で、ここで山本さんがフリー、<laughs> ここいますけどね、右のところにね、で、ここでまあフリーで通されると、で、こうなってくるともう3対3なんですよね、ほぼね。だからこういうカウンターの食らい方した時は結構危なくて。 で、もう、ここの時点でも森島選手のマーク外れて、もトゥーリオ選手がね、取りに行きますよね。でも、完全、ドフリーと。<laughs> だから、これちょっとあれだよね。まあ、AI の問題もあるのかもしんないけど、んまあ、なんていうんかな、まあ、ザルですよね。はい。ザルなとこあるよね。で、まあ、当然ね、フリーになって通されると。で、しかも、<laughs> これもちょっとあれから、これもちょっとあれだと思うけどね、ここもさ、 左のセンターバックの選手、これ、中谷選手ですかね、僕で言うね。残っちゃってるのも意味わかんないけどな。だって、誰もこれマークしてるわけじゃないからね。うん。まあ、ここのラインが下がってるのもね、通される要因ではあるんですが、で、まあ、通されて、で、またもう一回戻されて、あ、二見選手か。中谷選手、どこ行ったんだろうね、僕とね。今、サイドに流れてんのかな。 まで、ここでまた返されて、みたいな。まあこれはちょっと自力含みであると思いますがね、もうオフサイドね。うん。これも正直危ないよね。だから、こう中に折り返さずに、まあ森島選手縦ドリブルあるんで、縦突破されてたらもう1失点してたかなっていう <laughs>。はい、そんな感じでしたね。うん。だからまあ、その AI の動きとかもあると思いますが、前に人数かけることによって、まあ必然的に生まれるチャンスもあるんだなと思えば、 まあこれもね、まあ3トップのまあ特権なのかなと、シャドウ使ってね、まあ前に数かけれる分ね。うん。まあ場合によってあえてね、引いてくる場合もあると思いますけどね、だいぶね、ガーって引いてくる場合もあると思うんですが、うん、って感じかなと思いますね。はい。で、えー、ちょっと待ってね。はい、じゃあここから後半ね。はい。まあ後半もちょっと見どころあったかな うん、ちょっと10人に相手がなってるんでね。まあ、これもちょっとしんどいよね。うん。これ、まあまあ、稀にあると思うんですけど、キックオフ直後ね。これね、まあ、その、ある意味、まあ、ここでパス受けて、これで、ここで、まあ、中田選手受け取ってるわけよね。で、ここで、小柳選手が対処に行くんだけど、まあ、かわされて、ってなパターンね。 うん、で、ここにスペースができると。で、対処しに行くのがね、まあ、小林選手になるんですね、ここトップ下の選手ね。で、当然、チェイシング持ってないんで、まあ、取れるわけないというところで、またかわされて、まあ、これはね、まあまあまあ、別にこの褒めだからっていうのはないと思います。はい。まあ、ただ、4、3、3、B って結構、その、こういうの食らいやすいところの一つとして、あのー、トップ下の選手が追いかけていっちゃうパターンね。そしたらね、守備ラインが下がってね、ああなっていって、で、結局、その、 ディフェンスのラインが下がってるから、その上から長次元打たれてゴールっていうのはよくあります。はい。まあこれだからまあ、正直向こうの選手の、うん、良さというよりはこ、まあその 4-3-3-B の守備のちょっとあれも出てるかなと。ああいうのはボランチで結構止めないと危なかったりするからね。うーん。って感じね。まあそこはまあ、ここは抜かれた時点でちょっと危ないなっていうのは正直あって。でまあ、うん、打た、まあ、シュート打たれるまではまあいっちゃうだろうなっていうね。まあ当然ね、これね、このスローでもわかるけど、うん。 まあまあセンターバックの選手がどうこうするようなところではないと。うん。まボランチも大事っていうのはこういうところですよね。うん。まあボランチで対処しきれないと失点する場合もあるよっていうね。この特にキックオフの場合とか危ないね。うん。まあで、あとはまあこういったところフリーになるんだけれども、まあこれもボレーが飛んでないっていうところもあります。うん。まあボレーが噛み合ってない試合は僕基本的にちょっと厳しいんで、まあそういうところも正直ありますけどね。うん。もうちょっと競った試合とかになってたのかなとか。 うん。で、これも中に折り返しね。うん。まあ、これも下通しちゃうとね、真ん中3枚いるんで、ちょっと厳しさはあるよね。上通した方がまだチャンスありそうですね。うん。だ、結構10中にはまってる感あるよね。どうしてもね。まあ、そういう展開なんで、これ何試合も何試合もやってみれば、ちょっと変わるとこあると思いますけど。で、これうまくボレーが発動したパターンね。うん。まあ、こういうのは1点取れるよねってやつね。はいはい。 まあ、ここはスローインからなんでね、別にここはなんか褒め云んとかも関係ないかな <laughs>。まあまあ、3バの分だけね、サイドは崩しやすくなってますけど。うん。でも、三ツ選手入ってきたりとかして、で、これがうまくいったパターンね、さっきのうまくいかなかったやつがね。まあ、こうボランチでカットしたら結構チャンスにはなるんですよね、こうやってね。で、これもそこからまあ、うまくかわして、まあ、魂のゴルハンでぶち込んだっていうね。だからある意味、まあ、この、なんていうかな、その、 ボランチの選手が取るか取らないかで、ある意味点取られるか取られない、あの、こっちが点取るかみたいなところの瀬戸際にはなるんで、ボランチが大事というのはこういうことですね。うん。取れたら有利になるよっていうのは、高い位置で守備するっていうのは、ああいうメリットがあるかなっていう感じかな。まあこれも褒め云々というよりは <laughs>、展開で、展開な感じですけどね。完全に褒めの相性とかではない感じはしますけど。で、ここも結構人数かけられて、また森島選手不利になって、まあこれ外れるけど、 うん、やっぱちょっとキーになってるのは、まあ、シャドウの選手をね。いずれにしろね。うん、攻撃のキーになってるのね。だから、ま、シャドウが結構しっかりとした選手で組める人からすると、あの、まあ、こういった方面を組むね、メリットはあるのかなっていうのはちょっと感じますよね。うん、能力値高い選手とか、やっぱキープしやすい選手とか、まあ、オフェンス高かったら結構ね、あの、まあ、キープしてくれたりもするんで、取られそうになったところもね。うん、だから結構やっぱり能力値とか、 それこそまあ、シュートとかで言ったら長距離系のシュートとか持ってる選手を持ってる人は、まあ、こういう方面を使うメリットはあるのかなと。うん。まあ逆にそのシャドウがしっかりしてないと多分成り立たないところはあると思いますけどね。はい。というふうな、まあ試合でしたよ。というところで。 まあ結局この2試合から分かったとこは、まあ正直ちょっとこっちの攻撃は噛み合ってないのもあるんだけれども、まあだからウィングを見てる感じ、うん、なんかちょっとぎこちないよね。フリーになりすぎてぎこちないっていうのもあるんかな。まあこれが、例えばさっきね、序盤に言ったんですけど、あのカットイン系の選手を使っていったらどうなるんだろうっていうのはちょっとありました。まあよりね、あの、ドリブル入りやすくなるだろうし、 でタイプ的にあのフラスル系の選手っていうのは結構球離れ速い選手当然多いんでねでそれが余計に速くなっちゃってるかなとまあ、縦に突破するような動きっていうのもまあちょっとフリーになってる割にはなんか少ないのかなっていうのはすごく感じましたねだからまあそこがちょっと、うん、まあ、噛み合ったらどうなるんだろうっていうのはちょっと見たかったですけどまあ、両試合ともなんかそんな感じだったんで、うん、まあ、攻撃面はねちょっとまだまだ分かんないところありますがまあ、守備面に関してはだからああいううななんていうかなもう本当に うん、前にやっぱり真ん中に人数かけられるっていうのは、まあ、やっぱりこっちのセンターバックっていうのは2枚ですから当然ボランチ含めて、まあ、4枚一応あるけど、まあ、そのね攻められ方によってはもうボランチ抜いたところからね3枚しっかりと揃えて攻められたりとかすると、まあ、数的不利になって結構なんていうか不利になってくる選手が出てきてで、まあ、この試合で森島選手ね2回ぐらい不利になってましたけどあえて不利になられてまあ長次元とかを持ってる選手とかがいたら打たれるっていうのがちょっとねまあある意味 まあその前に人数かける別に34 3四三だからっていうのはないと思うんですけどまあ4三三の C とかでもいいと思うんですけどそこはやっぱちょっとねまあ崩されやすいということでうんまあやっぱり真ん中に人数をかけるメリットはあるのかなと思いましたねそれなりの選手揃えてね。ってのがちょっと得られたところかなと思いましたね。逆に言えばまああそうね、あのー まあ、CMF の選手とか、まあ、それこそ、まあ、センターバックを、なんていうかな、ウィングに釣り出して、かわせるような動きがもっとできる選手。だから、まあ、例えばなんし、フェイント系のドリブルとかに結構自信あるウィングの選手とか、まあ、そういった選手を使うと、まあ、中は結構ね、選手同士の間とか空きやすいと思うんで、まあ、攻めやすくなる部分はね、あったりするのかなとか、うん、なんかそういうのはちょっと見えてきたところがありましたね。はい。ということで、まあ、あんまりね、あの、試合する機会がないんで、こういう方面ね。 まあたまたま今回ね、オープニングでね、まあたまたま、あのー、出会えまして <laughs> で。しかも先、あのね、あの、2試合、えー、同じ褒めと当たって、まあいっぱい1分けというね、ことなんで、で、以前からまあ苦手意識があったので、まあどういうところなのかなと。まあそもそもこれはね、守備形態にもありますね。例えばこれ真ん中のセンターバックに結構もっと自信ある人だったら、そんなに苦手意識は出ないかもね。うん。 向こう目線で言うと、逆に言えば、結構真ん中をあのしっかりと締められるときついというのはあるんで、343対343とかもちょっと沼りそうかなと思いましたね。そういう意味ではね。はい。ということで、まあいろいろね、なんか見ていった中でまた気づきがあれば、なんか特殊な褒めとかとね、試合することがあれば、まあこうやってね、またスローとかにして、まあ皆さんにね、お届けできる部分もあるのかなと思うので、まあなんかね、今後もね、またやっていこうかなと思います。ではね、今回ね、たまたま、 はい。出会いまして、で、負けたということで、ま <laughs> 実質ね、戦、戦歴がすごく悪いということで、まあ、ちょっと取り上げてみました。まあ、正直、力負けしたところとか、展開がちょっと、向かなかったところとかもあるんで、まあ、引き続きね、こういうね、なんか、3、4、3、e とか、特殊な、方面とか当たった時で、まあ、特に戦、ね、戦歴が悪い時うん、対戦成績悪い時は、ちょっと余計にね、取り上げていこうかなと思いますので、よかったら、よろしくお願いします。今後もね。はい。ということで、じゃあ、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これでお過う失礼し,します。バイバイ。